点滴が好きなんですね。点滴をするとね、これすごい良くなった気がするっていう、そういう方が多いと思うんですけど、実際に点滴がね、どういった効果があるのかとか、点滴する必要ないよって言われることが多い理由は、まあ、こういったところにあるわけです。で、今日はですね、点滴してくださいっていうふうに外来でこうよく言われることが多いと思うんですけど、それに対してですね、まあ、ちょっと思うことを言おうと思います。点滴してくださいっていうふうに言うと、まあ、ほとんど断られちゃうと思うんですけどね。で、なんでこれ断られるのかというかね、そういったのにちょっと理由がありまして、なんでそういうふうに言われるのかということで、まあ、話していきたいと思います。いやー、熱が出てつらい、点滴してくださいとかですね、もう喉が痛くて痛くてしょうがないんで、もう抗生剤点滴してくださいとかですね、こういう方が多いわけです。日本人ってですね、やっぱりね、点滴が好きなんですね。基本的にすごく点滴が好き で点滴をね、万能薬というふうにね、考えてる方が多いです。点滴をするとね、これすごい良くなった気がするっていう、やっぱこういう方が多いと思うんですけど、実際点滴がね、どういった効果があるのかとか、点滴することに関しては外来で点滴をするメリットがね、あまりないということを説明していきたいと思います。このチャンネルではですね、現役ドクターである僕が、ためになる医療情報を配信していきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録とよろしくお願いします。まず最初にね、なんで点滴すると効いた気がするのかっていうと思うんですけど、プラセボ効果っていうのが大きいと思うんですね。で、プラセボ効果ってどういうことかっていうと、気分的なものでこう治った気がするっていうのもです。効果がないものでも、こう点滴をすることでなんか効いた気がするってね、あくまで気持ちの問題なんですけど、得られることを、まあ、プラセボっていうんですけど、うまく点滴されてるとなんかいいものが入ってるような感じがするとか、そういったことでこう気分的にすごく良くなってるようなね、感じがするっていうのが一つとしてあると思います。ところがですね、これ救急外来とかで一般的にやられてる点滴っていうものの成分なんですけど、これはね、やはりね、ほとんど水だと思ってもらっていいと思います。一般的に置いてある点滴っていうのはほとんど水と、まあ、電解質っていうミネラルですね、いわゆるナトリウムとかカリウムとかね、クロールといったような、そういったその電解質と水を補給しているに過ぎないわけです。で、まあ、例えば有名な、まあ、よくある点滴のやつね、成分とかホイと出しておきますけど、こうラクテックっていうね、ラクテックとかの成分出してみますけど、こういうの細胞外液とか言われるんですけど、よく置いてあるものが、まあ、こういったものがもうほとんどこう脱水補正とかにね、使われるようなものなわけです。要するに経口的に口からですね、飲み食いができない人のためのにあるわけです。なので水分とかお食事を取れてる場合ですと、こういったものは特に不要なわけですね。こちらこれね、なんでこういうのが点滴で置いてあるかっていうと、人間脱水状態っていうのは非常に体にとって良くない、よろしくない状況なわけです。なので、まあ、こういったその脱水状態っていうのは、まあ、すぐに補正する必要があることがあるので、まあ、よく本当にもう衰弱しきってもう全然動けないような人でも、点滴した途端にぐわーっと良くなることがあるんですけど、あれはもうほとんどこの脱水がね、補正されたことによってすごく元気になってるってことが多いわけです。なので口からこのものを取れるような人が点滴をしたからといって、ものすごく効果が出て劇的に良くなるってことは基本的にはないわけです。なぜならこの成分というのが、基本的には水だということですね。簡単に言うと水ですよっていうことです。でですね、まあこれ、まあそれでもね、点滴してほしいね、なかなか飲み食いできないが点滴してほしいっていうと思うんですけど、基本的にその飲み食いできないほどの状態の場合っていうのは入院適用になるわけですね。まあ点滴で、一時その1日でポンとね、500ml ぐらいね、点滴するよりかは、まあ、そんなに食事取れないぐらい具合悪いんだったら、まあ、入院して治療しましょうっていうことになるわけです。結局その入院適用を考える場合で食事が取れるか取れないかっていうのは一つすごく考えるところであって、食事取れない場合っていうのはその時点でかなり入院をね、積極的に考える兆候なわけです。というわけで、その場で外来だけで点滴で完了するものっていうのはなかなかなかったりするんですね。まあ、もちろんその急性アルコール中毒とかそういったものでですね、点滴することだけですごく良くなるという場合はまあありますが、そもそもですね、口から食事や水分取れてる場合に特に点滴は不要であることが多いです。なぜならば水分とかですね、ナトリウムといったし、それと電解質ですね、そういった補正が主に点滴の目的であるからです。でですね、その他の、まあ、特にその点滴って言ってもその水とかね、その脱水補正以外のものもあるだろうってことですけど、まあ、確かに水系のものをつないだ上で、例えば吐き気止めとかですね、痛み止めとかですね、そういったものも一応あることにはあるんですね。そしたらこういったものをね、やってほしいっていうふうに言う方もいると思うんですけど、これね、やはりですね、こういった注射でね、やる薬っていうのは内服で同じような効果が出るものが基本的にあるわけです。
なので、やはりね、これも口から水分とかね、食事とか取れてる場合は、やはりこういったものは不要であるわけです。経口的にね、飲める薬があるので、特にこうね、点滴で経静脈的にね、投与する必要はないということです。もちろん経静脈的に投与することによって、やはりそういったね、バイ菌とかが体に入るリスクは多少上がるわけなので、あえてそういったその静脈的に投与せずとも、普通に口からね、取れるならば口から薬を取るのでいいんではないかということです。というわけで、脱水補正以外の薬に関しても経口的に飲める薬があるのでそっちを使ってくださいということですね。例えばですね、よくまあ解熱鎮痛薬と言われている、アセリオという点滴がまああります。で、このアセリオという点滴に関してはですね、1000mg でこれ15分で落とすようにするようなものなんですけど、まあこれもですね、立派にですね、これ飲み薬で同じような薬があります。これね、カロナールとかね、アセトアミノフェンといったようなね、こういったまあ飲み薬が同じような薬がありますので、こういったものが飲めれば同じような効果が得られるわけなので、ほど飲み薬で使ってくださいっていうことですね。あとはですね、あと座薬とかでもあるんですね。アセトアミノフェン座薬とかもありますし、あとはね、タイプとしては多少違うんですが、やはり解熱鎮痛薬として、ボルタレン座薬とかね、座薬で同じような、効果が得られる薬があるわけであって、もし口から取れなくても座薬でね、経肛門的に行くこともできるわけです。そういった意味で、なかなかね、こういったその点滴が外来で適用になるケースは少ないわけです。で、次にですね、あとは抗生剤を点滴してくれってね、抗生剤点滴しないと俺は絶対帰れないぞっていう方もいると思うんですけど、抗生剤の点滴に関しては確かに内服よりも効果が高い薬もあります。これは薬によりけりですけど、なかなかこう吸収率の問題から点滴の方が効果が良かったりすることもあるんです。ただですね、この抗生剤に関しては1日1回に外来来た時にポンと打っておしまいなわけではなくてですね、やはり連日5日間とか、1週間こう連日投与が必要になることが多いですね、抗生物質に関しては。となると1日外来点滴をしておしまいということはないので、基本的に5日間ぐらい連続して抗生剤投与が必要な場合は必要なわけです。というわけで1回やっておしまいというわけじゃないんですね。なので、連日ね、毎日来て、今日来て、明日来て、明後日来て、毎日こう外来点滴するんであれば、確かに抗生剤としての効果はあるのかもしれませんが、それぐらいね、必要な場合って、やはりね、入院して治療しましょうってことになるわけです。それであれば、特に毎回こう外来来るのはやっぱ大変だと思うわけですね。というわけで、それだったらね、内服で、点滴ほどの、点滴に勝るほどの効果はないかもしれませんが、ただ内服でもね、十分抗生剤はありますので、たくさん種類、いい薬がたくさん出ておりますので、そういったその抗生剤の内服薬の抗生物質で対応するわけです。で、点滴の抗生剤の方が効く、確かにそうなんですが、点滴の抗生物質が連日必要なぐらいであったら、基本的に重症感染のことが多いので、入院治療にしましょうということになるわけです。というわけでですね、やはり点滴はほとんど脱水補正のためにあるということがメインとありますし、その他の抗生物質、なども、基本的に連日投与が必要なわけでして、そういったものだと毎日こう外来に来る必要が出てくるので、それだったらそこまで重症であれば入院してしまえばということですね。あとは飲み薬、他のですね、吐き気止めとか痛み止めとかですね、そういったものに関しても基本的に内服で代わりのものがあるわけです。必ず点滴じゃないとダメということはないので、基本的にはそういったその内服薬で対応できるものに関してはそれで対応しましょうということです。なので、基本的にですね、入院適用にならない場合っていうのは、内服薬で、対応できることがほとんどなわけですね。点滴すると良くなるというのは、そういうふうに思われがちなんですけども、それぐらい重症であれば入院適用になることがほとんどなわけですね。そういった理由でですね、点滴してくださいというとですね、医療者からは、やはり断られるというかね、点滴する必要ないよって言われることが多い理由は、こういったところにあるわけです。はい、じゃあ、これを結論をまとめさせていただきます。日本人は、点滴好きです。で、これには、プラス、聞いたような気がするという方が多いのは、やはり、プラセボ効果っていうのが、大きいんではないかと考えられます。またですね、ほとんどの点滴は、経口摂取が可能であれば、不要であるという場合が多いです。次にですね、経口摂取不良の場合はですね、ほとんどの場合が入院適用になります。経口摂取不良の場合は、入院適用となることが多いです。なので、外来だけの点滴だけでですね、治療が完結することは少ないわけです。そういった理由で、点滴、外来で点滴してくださいということが、断られる理由、合理的ではないよということのね、理由となります。はい、以上です。ね、今日の動画はいかがでしょうか。また、ためになる情報を配信していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。お疲れ様でした。